フェルナンド・フォレス・ティエリは、アルゼンチン・ドサリオ出身のプロサッカー選手。ウディネーゼ・カルチョ所属。ポジションは FW。イタリア人の両親のもと、ロサリオで生まれ育った。2003年からニューウェルス・ソールド・ボーイズでプレーを始め、13歳の、時に5万ドルで、ボカ・ジュニアーズが獲得した。その後、両親のイタリア帰国に伴いジェノア・ CFC に移籍。2006年1月。 クラブと最初のプロ契約を結んだ。3月、全所属クラブのボカジュニアーズは契約の無効をアルゼンチンサッカー協会に訴え、ジェノアからの育成保証金30万ユーロの受け取りを拒否した。このような騒動があったもののジェノアでのプレーを続け、夏にはプロデビュー前ながら、鳥の FC から50万ユーロでの獲得オファーが届いた。 2006年11月8日のコッパイタリアエンポリー FC 戦でトップチームデビュー。2007年1月13日のペスカーラカルチョ戦でセリエ B 初出場。2007年7月25日、アブドゥレーコンコとアンドレアマジエドの取引の一環として170万ユーロで a c シエナとの共同保有になった。9月26日のアタランタ BC 戦でセリエ A 初出場。 2008年6月25日、ジェノアが450万ユーロで保有権のすべてを買い取った。2009年7月、ラリーガのマラガシー F にレンタル移籍7月28日、150万ユーロでウディネーゼ・カルチョとジェノアの共同保有になった。2011年1月、セリエ B のエンポリ FC にレンタル移籍2011年7月15日、 セリエ B に降格した AS バーリに、レンタル移籍。2012年8月31日、ワトホード FC にレンタルで加入。2013年1月14日、完全移籍に行使5年半契約にサインした。2015年8月29日、シェフィールドウェンズで FC に完全移籍。2015から16シーズンは、全公式戦合計で、チームトップの15ゴールをマーク。 シーズン終了後のサポーター投票でチームのベストプレイヤーに選ばれた。2017年1月9日、クラブとの契約を2020年夏まで延長。2020年6月24日、クラブはホレスティエリとの契約を更新しないことを発表した。2020年9月8日、ウディネーゼカルチョと2022年6月30日までの契約で復帰することが発表された。 アルゼンチン生まれながらユース年代のイタリア代表歴がある U-19 イタリア代表の一員として参加した UEFAU-19 欧州選手権2008では1ゴールを決め準優勝に貢献したユースプロありがとうございます